你们在台湾男生心中的地位是非常的崇高的，梦幻女优。哎，从哪？如果你喜欢台湾的话，可以考虑嫁来台湾啊。それは二人で話してみた。那他们会介意结婚试试婚的那个？全然いいと思います。可以呀、啊，可以呀、啊。すごい。哇、yeah. wow. ，すごい。すごい。哇。我有交过台湾的男朋友吗？ないですね。ないない。あ、なんか台湾すごい好きだし、あと台湾の男性めちゃめちゃ優しいので、なんか甘やかしてくれそうだなっていうのと、なんだろう、やっぱ幸せにしてくれそうだなって思わせる方が多いです。真的不错。とてもいいと。本当？あと浮気しなそう。那如果拍爱情片的话，男主角要找谁？あの恋愛経験が豊富そうなのでぜひ。我的恋爱经验跟你们拍过的那个片子差不多多。对啊，爱情片不能找他，要找爱情动作。yeah. 今天邀请到的是两位，应该说是 AV 界的传奇啊，号称暗黑界的林志玲。今年出道15周年，我想他陪伴着很多人成长吧。你有没有曾经某个时期很迷恋过他？我想我们大家都曾经有过这样的回忆，说没有是骗人的。那另外一位也是一位传奇女优啊，她曾经得过 AV 界的奥斯卡奖，她的演技非常受到肯定。那她最擅长的是扮演人妻跟小三系列。我想我们迫不及待要介绍这两位传奇啊。那在我右手边的就是陪伴着台湾男生成长的波多野结衣，左边是她的好朋友大龟翔。嗨，我是大龟翔。还蛮标准的，一晃眼12年过去了，所以这12年中他们已经来过台湾很多次了。嗨，その間に何度もいろんなお仕事で台湾に来させていただいて、もう第二の故郷だと思ってます。最喜欢台湾的什么食物啊？就是你来台湾都什么，就是你一定要吃的。小籠包とタピオカミルクティーと、あとルーローファンがすごい好きで、今日も食べました。ルーローファン、台湾男生的最爱，就像你是台湾男生的最爱一样。据说他们两位是好朋友，可以跟我们分享一下他们成为好朋友的过程。あの一番最初に台湾に二人で来た時ですね。それが2011年の時です。の時にその日が初めて一緒にお仕事をする日で会いました。その前に打ち合わせでもあったんですけど、その時が初めてです。你们在台湾男生心中的地位是非常的崇高的，梦幻女优。そんな。如果你喜欢台湾的话，可以考虑嫁来台湾啊。それは二人で話してました。那他们会介意结婚试试婚的那个？全然いいと思います。可以啊，可以啊。すごい。哇，すごい。すごい。Wow。有点流汗。拍影片这么久，能够让我觉得心跳加速，然后会有点波动的，其实不多了。但是看到他们两位，就听他们讲话，都是一个享受。本当ですか？緊張してるの？你有紧张的感觉吗？他觉得你很酷啊。我戴墨镜是因为我不想让他知道我在看哪里，他误会了。你第一次看到本人，你觉得怎么样？第一次看到本人啊，很漂亮 ，very beautiful。对，身材、样貌、讲话都很。今回本人にお二人にお会いして、またいっぱい何回も今日も明日も思い出してほしい。ずっと思い出してる。有，一定有，一定有，一定有。我说可以请两位尝试帮他放松一下。不不，千万不要，这个让我会更紧张。对。不过你看他们这么漂亮，据说他们的感情路不是太顺利。结衣是不是有遇过渣男？その当時はその彼の家にいきなり行ったら女の子がいたりとか、チェーンがついてて鍵は開いてたんですけど、もう頭真っ白になっちゃって、女の子の靴があったんですよ。とりあえず中に呼びかけてみて、でも無視されました。確定不是在拍片、他是在現實里面还是在片中遇到这个场景、打開发现我的男人怎么没有穿衣服。ありそうです。那我想有遇过吗？
デビュー当時に付き合ってた彼はお仕事も理解してくれてたので応援してくれてました。お仕事とてもいい人だったんですけど、喧嘩をするとなんかもう大変です。もみくちゃなんて言うんですか、ちょっと攻撃的な、ちょっと攻撃的な彼でした。所以他的衣服才变成这样。啊，是是是，要不然讲，快点讲，要不然，可爱死。你们是超级好朋友，那你们两个会不会喜欢的男生是形态分别差很多呢？还是其实你们两个都喜欢同一个型的男生？真逆です。まあ優しいのは絶対なんですけど、仕事をしてないよりちゃんと普通に働いてくれてたら、あとは私が尽くすんで大丈夫です。最重要是家门里面那一条链子不能锁。もうかけないでほしい、かけないで。もし結婚したりするってなって子供を育てるってなったら、その子をしっかり育てていけるぐらいのお金が最低限あれば、別にお金持ちじゃなくても大丈夫です。听他们两位讲完，我就放心了。我应该可以投资养得起他们两个。开玩笑的，这个问题。五回目の結婚。第五次结婚，一次娶两个。我买一间大房子，然后左边一户，右边一户，然后这样子打开门，两个超级好朋友就可以见面。司机、管家、阿姨，我都准备好，就差两个女主人。你有交过台湾的男朋友吗？ないですね。ないない。あ、なんか台湾すごい好きだし、あと台湾の男性めちゃめちゃ優しいので、なんか甘やかしてくれそうだなっていうのと、なんだろう、やっぱ幸せにしてくれそう。だなって思わせる方が多いです。真的不错。とてもいいと思う。本当？あと浮気しなそう。那他拍 AV 比较辛苦还是拍电影比较辛苦？どっちももちろん大変なところはあって、まこっちの妖怪は1日で120分の作品を撮り切るっていうので、なんか結構大変なんですけど、映画は映画で、私がその前映画撮った時は2ヶ月近く映画の撮影してて、その都度いろんなシーンを台湾で撮ったんですけど、海の近くで撮って、すごく暑くて、で風とかもやっぱりこう髪がなびいたりとかもダメだったので、部屋の中だったので扇風機とかその涼しいものは止めて、でも汗もかけないし、こう汗拭きながら撮影した記憶があります。辛苦了，辛苦了。谢谢，谢谢。大姑想有没有想要拍电影？思います。日本の映画には少しだけ出てたことはある、何回かあるんですけど、台湾の映画はまだないので、畑野からその映画とかいろんなお話を聞いてて、私もいつか出てみたいなと思ってます。なんか恋愛映画とか出てみたいです。那如果拍爱情片的话，男主角要找谁？恋爱经验丰富的，那就是。我的恋爱经验跟你们拍过的那片子差不多多。爱情片不能找他，要找爱情动作。有没有想过自己有一天如果退役以后，想要朝哪方面发展，或者兴趣是做什么？台湾とかで映画を撮ったりとか、CM 出たりとかさせていただいたんですけど、もうこの業界を辞めたらやっぱり海外でたくさん活躍できる女優さんになりたいなってすごく思ってます。